おはようございます。タミゾウチャンネルにようこそ。前編中編を閲覧していただきありがとうございます。後編から見られた方はぜひ前編から見てください。それでは十選効果のご紹介後編をお送りしたいと思います。後編は両目と品位の変化、効果の発行と戦争の関係、3種類の十銭銀貨の真贋判定、十銭硬貨の収集や価格などのご紹介を行います。両目と品位の変化についてです。旭日流十銭銀貨、流十銭銀貨は品位も同一で両目もほとんど変わりませんでした。これはこれらの銀貨の元となる一円銀貨が貿易用として発行されたためです。一円銀貨の両目はこの頃世界で広く流通していたメキシコ銀貨を元に決められました。一円銀貨の他に50銭、20銭、10銭、5銭銀貨が発行されました。そして両目は比例関係にあり、10銭銀貨は一円銀貨のおおむね10分の1の重さになっています。旭日十銭銀貨は日露戦争勃発による戦費の調達、通貨の発行高を増やすために品位を銀 80% から 72% に落とし、両目も一円銀貨との比例関係をやめ軽くしています。ヤタガラス十銭銀貨は第一次世界大戦中、戦後の銀価格の上昇により硬貨自体の銀の価値が額面の10銭を上回ったため、いつぶされ銀として販売されることを恐れて流通させずに回収、いつぶされてしまいました。これにより1円銀貨は1円紙幣に、20銭、10銭、5銭銀貨は発行されずに、50銭銀貨だけは昭和13年まで発行されました。次は十銭白銅貨、十銭ニッケル貨、十銭アルミ青銅貨に変わりました。この3種類の硬貨の両目はほとんど同じです。品位として白銅貨とニッケル貨は見た目が銀貨であり高級感があることから採用されたと思います。現在の桜100円白銅貨、50円白銅貨も同じです。また白銅については銅とニッケルの合金ですので、ニッケル貨とともに軍需物資である銅とニッケルを備蓄するために鋳造されました。同様にアルミ青銅は銅とアルミニウムの合金であり、アルミニウムも重要な軍需物資ですので備蓄するために作られたと思います。次に菊十銭アルミ貨がアルミニウム 100% で発行されましたが、両目が 1.50g から 1.20g、1.00g と2回変更されました。大東亜戦争初期、東南アジア各地を占領しました。アルミニウムの原料となるボーキサイトやニッケル、スズなどは占領地の現在のマレーシアやインドネシアで多く産出されていたので、日本に運ばれて使用されました。アルミニウムはジュラルミンに加工され、航空機の生産に使われましたが、戦争の激化に伴って貨幣用にアルミニウムを回す余裕がなくなったので、両目が変更されました。十銭鈴鹿はアルミニウムが航空機生産に振り向けられたため、貨幣に適さない鈴と亜鉛の合金に変わりました。いよいよ鈴や亜鉛も回せなくなったので、十銭紙幣の発行や瀬戸物でできた銅貨という貨幣が試作されました。戦後、伊根十銭アルミ貨が発行されましたが、これは造幣局が持っていたアルミニウムを使って発行したもので、持っていた資材を使い切って
発行終了になりました。同様に鳩五千鈴鹿も持っていた鈴と亜鉛を使って発行したので、発行終了後は十銭紙幣、五銭紙幣に変わりました。硬貨の発行と戦争の関係です。第一次世界大戦後の銀や物価の高騰、関東大震災を経て、昭和6年満州事変、昭和7年満州国建国、昭和8年国際連盟脱退、昭和11年ワシントン、ロンドン、海軍軍縮条約脱退、昭和12年の日華事変、盧溝橋事件による日中戦争の長期化により、昭和13年に準戦時体制となる国家総動員法が制定されました。満州事変、満州国建国の頃から戦争の影響で重さや悪い意味での材質の変更がされてきたと思います。日本はもともと自国で資源をあまり持たない国です。そして十銭硬貨に使われている銅、アルミニウム、ニッケルは軍需物資としてなくてはならないものです。銅山は日本にはありますが、ニッケル鉱山は少ししかなく、アルミニウムの原料であるボーキサイトはありませんでした。世界各国はこの頃から日本は軍事力の拡大を狙っていると判断してきているので、これらの物資をたくさん輸入できません。そこで通貨用として輸入して通貨を発行して流通させる。そして戦争が拡大し必要になると、その通貨を回収していつぶして元の金属に戻して、そこから兵器や弾薬などに加工して使用することを考えました。十銭白銅貨の発行から大東亜戦争勃発までの硬貨の材質について、白銅貨は銅とニッケル、ニッケル貨はニッケルそのもの、アルミ製銅貨は銅とアルミニウム、アルミ貨はアルミニウムそのもので、すべて軍需物資です。戦争の激化、日本の防衛線の後退により、戦争初期に占領した地域からの物資の輸送も難しくなり、最後の硬貨の鈴鹿は硬貨に適した材質とは言えず、硬貨の紹介では程度の良いものを使用しましたが、程度が悪いものは硬貨自体が膨らんでいたり、表面がデコボコしている硬貨がたくさんありました。そして硬貨が発行できなくなると紙幣に変わりました。短期間にいろいろな品位の硬貨を発行したり、このような金属でしか発行できないということは、戦争というものは国力を衰退させるものだと改めて感じました。そして現代の硬貨で一番古いものは1円硬貨で、昭和30年から発行されています。長い期間同じ硬貨を発行できるということは平和の証だと思いました。と、アルミニウム、ニッケルの兵器の使用例の一部を紹介します。銅は消火器の弾薬の弾頭のカバー、英語で言うと戦争映画を題名にもなったフルメタルジャケット、薬莢は真鍮、別名は黄銅貨の黄銅、銅と亜鉛の合金です。電線や各種ケーブル、銅線ですに使われています。アルミニウムはボーキサイトという鉱石を電気精錬して作ります。そのアルミニウムと銅の合金がジュラルミンで、ゼロ線をはじめとした航空機の外板に使われます。ニッケルと鋼との合金で高張力鋼という軍艦に使われる装甲板があります。もともとはイギリスで開発されました。使用している画像の軍艦は戦艦金剛です。この戦艦は
イギリスのビッカース社に発注して作られ、装甲版にはこの高張力鋼が使われました。その後、日本で近代化改修が行われましたが、装甲板が硬くて、日本製のドリルでは穴が開かなかったそうです。当時の造船工が、さすがビッカースと褒めたたえたという話を小さい時に何かの本で読んだことがあります。10銭銀貨の真贋判定です。元となるデータ、直径や両目は、日本貨幣カタログに記載されてある数値を使います。使用している金属が違うと比重が違うので、直径を合わせると両目が軽くなったり重くなったりします。反対に両目を合わせると直径が合わなくなります。また、磁石にくっつく金属として鉄、コバルト、ニッケルの3種類があります。10銭銀貨は銀 80% と 72%、銅 20% と 28% からできていますので、全くくっつかないのが正解です。測定にはデジタルノギスとデジタルはかり、磁石を使います。デジタルノギス、デジタルはかりとも小数点、2桁まで測れるものの方が良いと思います。では、測定します。最初は旭日流10銭銀貨です。直径は 18.12mm です。重さは 2.46g です。磁石にはくっつきませんね。次は流10銭銀貨です。直径は 17.91mm です。重さは 2.61g です。これも磁石にくっつきませんね。最後は旭日10銭銀貨です。直径は 17.69mm です。重さは 2.26g です。これも磁石にくっつきませんね。この表は日本貨幣カタログに記載された値と実際に計測した値を比べたものです。まず硬貨は使っているうちにすり減ってくるので、カタログ値より重いものは偽物と判断して良いと思います。銀は空気に触れると酸化して黒ずんできますので、発光年の割にピカピカ光っているものも偽物と判断して良いと考えますが、空気に触れないようにしっかり保管してあったり、磨き線といってコインをピカピカにするのが好きな人からの売り物もありますので、判断に迷うところです。また1円銀貨や50銭銀貨の偽物がヤフオクやメルカリで売られていることも、 YouTube の動画でアップされている方も多数おられますので、当たり前のようになっていますが、両目が小さく作る手間の割には儲けが少ないと自分では思っています。10銭、5銭銀貨まではないとは思いますが、偽物が出ているかどうかはわからないです。今述べたことや計測した結果から、3種類の銀貨すべてカタログ値より旭日流10銭銀貨は 0.55mm、 流10銭銀貨は 0.34mm、 旭日10銭銀貨は 0.12mm 大きいのですが、流10銭銀貨と旭日10銭銀貨は誤差の許容範囲として、旭日流10銭銀貨は銀貨が一部変形し歪んでいるので直径が大きくなっているということで本物と判断したいと思います。以前からの動画でも話している通り、ヤフオクの古銭まとめなど、まとめられた古銭を2回購入しました。2回とも重量は約 3kg で、落札価格は12000円から13000円です。それをベースにしておまとめに含まれていなかった硬貨を
1種類ずつヤフオクで落札しています。メルカリについては利用していません。今回の10銭硬貨の購入元です。日本硬貨おまとめで入っていなかったのは9種類の10銭硬貨、未流通の八田ガラス10銭銀貨を除きます。のうち旭日流10銭銀貨、10銭白銅貨、10銭ニッケル貨の3種類だけでした。流10銭銀貨と旭日10銭銀貨はおまとめに入っていて、状態はすべて並品ですが、それぞれ5枚、3枚入手することができました。入手した流10銭銀貨は、日本貨幣カタログによると、明治9年発行の並品1300円、明治21年、26年、27年、並品各1000円、明治29年、並品600円です。旭日10銭銀貨は同様に明治42年、44年、大正6年、並品各250円です。2回購入した硬貨おまとめのうち、1回のおまとめに全て入っていました。合計で5650円になります。流10銭、旭日10銭銀貨とも、並品の評価額は高くないのですが、銀貨が8枚も入っていたのは嬉しくなりました。また、その他に、旭日流5銭、流50銭、20銭、旭日50銭、20銭銀貨も入っていたので、大変お得に落札できたと思います。ただし、50銭銀貨、20銭銀貨はまだ真贋判定をしていないので、不安が残るところですが、個別に入手した旭日流10銭銀貨はカタログ価格明治3年発行並品1500円を520円で落札、10銭白銅貨はカタログ価格大正9年並品80円を100円で落札、10銭ニッケル貨はカタログ価格昭和10年並品100円を50円で落札したので、旭日流10銭は相場の3分の1ぐらい、白銅貨は相場ぐらい、ニッケル貨は2分の1の価格で手に入れたこととなりました。5000硬貨のご紹介の動画や先ほどの説明でも話したことですが、ヤフオクやメルカリで注意していただきたいのは銀貨の偽物が多く出回っていることです。1円銀貨や貿易銀の偽物は有名ですが、20銭、10銭、5銭銀貨の偽物も出ているかもしれません。そこで私は多少落札価格が高くなっても、出品者の方の説明文や画像で直径、重さ、磁石のひっつきの有無などを載せている方のを落札するようにしています。そこでデータの根拠として、日本貨幣カタログの説明を使用しています。各硬貨の説明の中でも価格等の説明はいたしましたが、特年、準特年を除く一般的な流通品、並品の価格を日本貨幣カタログとヤフオクの落札価格で一覧表にして載せてみたのでご参考にしてみてください。以上で全中後編と3回にわたりました10銭硬貨の動画を終了します。5銭硬貨の動画を作るときに前後編に分けて作成したのですが、どうしても公開動画の長さが気になってご紹介が中途半端舌足らずになったことが気になっていました。それで今回は3回に分けることで時間を気にせずに盛り込みたいこと、ご紹介したいことを入れてみました。自分では出来栄えに自己満足しているのですが、長すぎる、説明がくどい、繰り返しになっている、つまらない、などなどのご意見があると思いますので、コメント欄に書いていただければ、励みや今後の参考になりますので、よろしくお願いいたします。次回は、富士一銭アルミ貨のご紹介、英語版をお送りする予定です。
英語版ですが、日本語の字幕もついていますので、ぜひご覧ください。日本の近代、現代貨幣の日本語版、英語版の動画を作成して投稿しています。動画の感想やリクエストなどのコメント大募集中です。よろしくお願いいたします。本当に長い動画を最後まで閲覧していただき、誠にありがとうございました。